私たちの仲間の不動産会社から実はこんな話をいただきました以前はお店を辞めると中を空っぽにして出てくるというのがルールだったようですが最近は開業する人もできればそのまま使いたい少し手直しして使いたいというニーズがあって居抜きの物件が例えば喫茶店でもたくさんあるそうです その中で例えば私たち65歳になったら自分の趣味をそこの中で広げて山と渓谷要するに山登りが好きな人たちが集まるそこには雑誌だとか動画だとかお仲間が集まれる場所があったらいいなと例えばサンフランシスコのサクラメントに行ったらミステリーブックショップというのがありました これは推理小説ばっかあるわけです、えー、海外では船乗りの人が、えー、やはり時間があるから本をたくさん読んでるでもその本に出てくる「ブラッドマリーは」はベースがこんなで作ってあるよっていう話をバーテンは、えー、よく知ってるわけですでも私たちは今 iPad とか iPhone がありますからそのような話はいくらでもお学習することができるわけです、えー、ロンドンの乗ってい昼には「Book for Cooks」という 料理専門の本が置いてあるそれも古本が置いてあるわけですね新しい本もありますけどえ古本というのは売ってしまうとなくなっちゃいますが、えー、貸本これは古物商がいりますけど、えー、貸したらまた戻ってくる、えー、借りた人が欲しいところだけコピーを取るのは私たちが感知しないところですでもランチが食べれる少し早く来るとそこの店員が日替わりで、えー、料理を作ってるわけですね 夕食はプチディナーがそこで食べれるそのような、えー、料理というものをテーマにして、えー、健康ということも当然入ってくるでしょうトラベラーズ・ブックショップっていうのは実は日本の書店は出版社別に地球のあり方ロンドン・パリなんとか並んでますが海外のトラベラーズ・ブックショップは行き先別に並んでるわけですからイギリスに行きたい人はチャールズの「 話から夏目漱石が投影した時の話からダイアナの話からパディントンの絵本から並んでるわけでそこにはポストイットカードのようなチケットがあって例えば各旅行会社のロンドンに行くイギリスに行くためのツアーがそこにチケットとしてポストイットカードが貼ってあるとそこから頼むとその本屋さんに。 アフリエイトでお礼が行く、まあ、そのようなことも今の O2O のビジネスではできるなと当然天井歴100回ぐらいの私はオセアニアに強いと私はスペインに強いっていう人が日一を決めてそこでおしゃべりをする食事をするということも当然出てくるわけですねそのような趣味のことを集まれる えー、カフェがあってもいいわけですねそのような時に私たちはイヌキの喫茶店がどれぐらいあるかというのをこう探したらまあ結構ありますね、えー、今までだったらここでまた造作をして家具を買って厨房をやってっていうとかなりのお金が必要なわけですけどイヌキ物件を少し手を直すことによってコンセプトを変えることによって 全く新しい空間に生まれ変わるものからことへという言葉がありますが、えー、喫茶店は場所ですそこにテーマを決めた例えば絵本と木のおもちゃだけがある、えー、子育てカフェというのがあってもいいわけですね、えー、そのようなことも提案していくのも商店街活性化のテーマの中で私たちがあ展開できる話ではないでしょうか、えー、今日は 胃抜きの物件がこんなにたくさんあるのに、えー、なかなか利用者がいない、えー、それをもっとうまい形でプロデュースできたらと考えております印刷会社は印刷するだけではなくて集客増客のアイデアだとか、えー、このような、えー、商店街がさびれていく中で、えー、商店街ににぎわいをもたらすためのアイデアも私たちはたくさんます。 コミュニケーションプラザ、楽2としては、用意をしていこうと考えております。